フランシス・タバーンは、ニューヨーク市マンハッタン区、フィナンシャルディストリクトに立つ、歴史的な建物である。フランシス・タバーンは、アメリカ独立戦争前、戦争中及び戦後に、大きな役割を果たした建物を再建したもので、ジョージ・ワシントンの本営や、イギリス軍との和平交渉会議場、そして、初期の連邦政府のオフィスなどが置かれていた。現在は、タバーン。 レストラン及び博物館が収容されている。建物の所在地はパールストリート54号である。1904年以来、ニューヨークのアメリカ独立戦争の息子たちが所有している。この団体は、この建物はマンハッタンの現存する建築物では最も古いと主張している。この建物は観光地となっており、アメリカンウィスキートレール及び、 ニューヨークフリーダムトレールの一部である。1671年、ニューヨーク市長、ステファヌス・バンコートラントは、この土地に家を建てたが、後にハドソン側の彼の領地に退いた。1700年、フランスのユグノーである、バンコートラントの娘であるアンと結婚した彼の義理の、息子、エティエンヌ・ステファン・ディランシーに、この不動産を譲渡した。ディランシー家は、ニューヨーク植民地の指導権をめぐって、 リビングストン家と対立していた。1719年、ディランシーは現在の建物を家屋として建造した。建築で使用された小さな黄色いレンガはオランダ共和国から輸入された。この大邸宅は質が良いとニューヨーク州で高評価を受けた。彼の相続人は1762年にサミュエル・フランシスに建物を売却し、建物は クイーンズヘッドという名の酒場に改築された。独立戦争前、この建物は秘密結社自由の息子たちの集会場所の一つであった。イギリス議会が茶法を可決したことで引き起こされた1765年の茶危機中、パトリオットはニューヨークへ茶を運び込もうとしたイギリス海軍の船長にこの建物で公に謝罪するように強要した。そして、 後に起こったボストン茶会事件と同様に、アメリカインディアンに変装したパトリオットは、ニューヨーク湾へ船の茶の積み荷を投げ捨てた。1768年には、ニューヨーク商工会議所がこの建物で行われた会議によって設立された。1775年8月、アメリカ人は、マンハッタン島の南端にある砲台の大砲を手に入れ、イギリスの戦列艦、エイジャに向けて発砲した。 これに対し、エイジャーは32門の方で、これに応戦し、砲弾はこの建物の上を通過した。アメリカ軍の勝利がほとんど確定したとき、この建物はアメリカの財産がイギリス軍部隊の撤退と共に去ることを認めないことをアメリカの指導者に保証する交渉がなされたイギリスアメリカ新聞委員会の会場となった。委員会のメンバーは、 1783年4月から11月まで毎週水曜日解放された奴隷からの証拠や証言を再調査した。そしてイギリスの代表はニューヨークのロイヤリストの黒人の自由の維持と望むものはイギリス軍と共に撤退する権利の保障に成功した。ワシントンの軍人への別れ、英国軍が軍隊をニューヨークから撤退させた後、1783年12月4日に このタバーンのロングルームで、米国の士官のために、亀肉の祝宴を主催した。ジョージ・ワシントンは、大陸軍の士官に別れを告げ、心が愛と感謝で、一杯のまま、私は今、あなたたちの元を去ります。私は、あなたの今後が、今までの僧霊で尊敬すべき人生と同じくらい、成功し、幸福になることを望んでいると発言した。そして、彼は、 各士官の手を取り個別の挨拶を述べる許可を尋ねた。1785年1月、ニューヨーク市は連合規約の下に国の中央政府として連合会議の開催地となった。この間、国務省、財務省、陸軍省のオフィスがフランシスタ・タバーンに置かれた。1789年3月、アメリカ合衆国憲法が批准され、連合会議の省庁は、 連邦政府の省庁となり、ニューヨーク市は連邦政府の首都となった。4月には、ワシントンの初代合衆国大統領就任式がフェデラルホールで行われた。首都立地法により、合衆国の首都が1790年12月6日に、ニューヨークからフィラデルフィアに移転した際、この建物内の職場も明け渡された。建物は19世紀の多くで使用されていたが、 1832年を最初に何度か大火災にあっている。そのため、建物は数回再建され、外観は元々の設計がわからないほどまでに変更された。建物は1800年代初頭、マルビナケテルタスによって所有された。エルンスとビワメイアーとその家族は、1845年に財産の一部を賃貸し、1860年までこの場所で、 ブロードストリートハウスと呼ばれたホテルが営まれた。1852年の大火災の後、タバンに2階が建て増しされ、合わせて5階建てとなった。1890年には、酒場が大衆向けのレベルまで低下し、1階の外観が改装されて、その元々の材木は記念品として売られた。建物は駐車場として利用しようと考える所有者により、1900年に、 解体の危機にあった。多くの組織が建物の保存のために働きかけ、収容権を利用して公園として建物を指定するようニューヨーク政府に説得した。1904年、アメリカ独立戦争中に、ジョージ・ワシントンの情報長官だった、ベンジャミント・オールマッジの孫、フレデリック・サミュエル・トールマッジの遺言により残されたものを主とした資金で、 ニューヨークのアメリカ独立戦争の息子たちが建物を獲得したとき、指示は無効となった。広範囲な改築は1907年に保存建築士、ウィリアム・マースローの指揮下で終了した。建物は団体が2002年にミズーリ州インディペンデンスに移転するまでアメリカ独立戦争の息子たちによって利用されていた。その博物館では組織の歴史についてのマッケンティー、 アメリカ独立戦争の息子たちを含む独立戦争に関した芸術作品のギャラリーを維持している。歴史家ランドール・ガブリエランは2000年にマースローはフランシスタ・バーンの改築が元々の設計と同じようだと主張しているがこれは彼の時代には論争の的となっていた。上階の撤去についての議論は行われなかった。これは建物が 商業用途で使われていた19世紀に付け加えられたと知られているが、寄せ胸屋根が疑問となっていた。彼はニューヨーク州ヨンカーズのフィリップスマナーホールを使用し、隣接した建物のレンガをたどって、元々の建築に従うように設計したと主張したと書いている。建築家、ノーベル・ホワイトとエリオット・ウィレンスキーは2000年に建物は非常に推測のみの改築で、 再建ではない。その時代の典型的な建築で残る壁の一部や当てずい量が多いと書いている。1975年1月24日、建物で爆弾が爆発し、4人が死亡、50人が負傷した。プエルトリコの国家主義者、グループホルンは義務を主張し、ニューヨークの他の爆弾を爆発させていたが、この爆発では誰も起訴されなかった。建物は 1965年にニューヨーク市歴史建造物保存委員会によって歴史建造物に指定された。また、1978年11月14日にはパールストリート、ウォーターストリート、ブロードストリート、コエンティーズスリップに囲まれたブロックも加わった。建物のブロックは1977年4月28日に国立公園局によって 国家歴史登録財に指定され、2008年3月6日には建物も含まれた。ありがとうございます。